上山系を流れる豊平川上山系温泉は、北海道札幌市南区にある温泉地。泉質は、ナトリウム、マイナス塩化物泉。上山系温泉の泉源は56カ所あり、温泉街を流れる豊平川の月見橋付近と、高山橋付近に集中しており、川岸や川底にある岩盤の荒れ目から、自然流出している。湧出量は、 毎分8600リットル、湧出温度は60度から80度と比較的高温になっている。温泉街は豊平川と白井川に削られてできた貸しと国道2 3十号沿いにあり、わずかな平地に市街地を形成している。見返り坂下の湯の滝には露天風呂に使っているカッパの像があるほか、温泉街の至るところにメルヘンカッパ像を設置している。 月見橋は、美泉定山が温泉が湧き出ているのを発見した場所であり、橋の近くにある定山の生誕200年を記念した、定山源泉公園には、足湯や手湯、温泉卵を作ることができる温玉の湯を設置している。また、定山源泉公園の他にも温泉街には、無料の足湯や手湯を設置している。岩と、観音堂は、 オタルと上山系を結ぶ道路を建設した、際の犠牲者の冥福などを祈るため、1936年に、千崎宇三郎が、全長120メートルの洞窟に33体の観音像を指揮で安置した。豊平川沿いには散策路があり、二見公園には、カッパ大王像を設置している。カッパ淵の近くには、二見吊橋があり、上山系での森林浴や、 紅葉の名所の一つになっている。なお、定山系小学校の敷地内には、微仙定山や定山系鉄道をはじめとして、定山系温泉に関する歴史資料や、かつて、定山系周辺の住民が使用していた生活道具などを展示する、定山系郷土博物館が建っている。定山系ホテル前にある微仙定山像定山系で、温泉を発見したのは、 広報予定日誌を記した松浦武四郎だと言われているが、温泉開発を行ったのは主験造の美仙定山である。鹿が傷を癒す人があるらしいとの噂を聞きつけて、現在の小樽市長佐藤付近から山に入って、温泉を発見し、施設の湯治場を作った。明治になり、開拓市が設置されると、定山は温泉開発を願い出る。 1870年に、本願寺道路の改作工事が始まると、官営の温泉場が設けられ、定山は、岩村道都市方岸から夕盛りを命じられた。数年来の願いが叶った定山は川に架けられた、橋に、海春橋と名付けた。1871年、本願寺道路の見分で温泉に訪れた東、久世道富開拓長官は、 定山の湯守としての奮闘ぶりを称賛し、無名の渓谷に、常山慶と名付けた。ところが、1873年の大雨によって、川が氾濫して開墾した畑が浸水し、海春橋は流出してしまう。翌年には開拓市の財政引き締め政策の一環として、湯守が廃止になり、定山は、独力で温泉を営むことになる。なお、 古籍法によって、微仙定山と名乗るようになってから、定山系は、定山系と言われるようになった。温泉経営で苦境に立たされた定山は、温泉開発の一策として、小樽に通じる道路改作を求めたが、当時は、道路測量が行われるのみであった。そして、1877年に定山は、行方不明となり入滅した。1880年、 上山なき跡の温泉経営を佐藤伊勢蔵が引き継いで元の湯とした。1886年には高山岳崎地が発見した温泉中の湯が開業し、同年から穴の沢から上山系までの道路改修工事が始まり流出した海春橋が再建された。1891年には駅体所が設置され、1894年に アブタまでの改修工事が完了するなど、定山系の交通事情は改善した。また、この頃に、本郷義之助、南部玄蔵などが出資した鹿の湯が開業している。1905年に御両局の補助と三つの温泉が、資金を拠出して老朽化した、海春橋の掛け替えを行い、月見橋と解消した。1914年から、 豊葉鉱山の開発が始まり、翌年に、定山系鉄道が設立されると工事関係者が、定山系に出入りするようになり、商店や郵便局、駐在所などが進出して徐々に、温泉街を形成していった。1918年に、定山系鉄道線が開通すると、定山系温泉は、湯治場から、行楽地として発展し、 新たな旅館や企業が客を招待するための施設なども立ち始めた。豊葉鉱山が一時休山下後も定山系鉄道の開通効果により訪問客は全増した。1929年に東札幌から定山系までの区間の鉄道が電化されると所要時間が短縮して輸送辞任も増加し、定山系温泉は札幌の奥座敷と呼ばれるようになる。 1932年には、晩年の定山が悲願していた小樽から、定山系に通じる道が、有料道路として開通した。木材の切り出しが、盛んになると、定出林野局は、定山系森林鉄道の付設を決めて1943年に、完成し、戦時中から終戦後にかけても温泉街は潤った。その後、定山系森林鉄道は、 豊平京ダム建設に伴って1967年に廃止となった。1954年の第9回国民体育大会で多くの競技が北海道で開催されることが決定されたことを、契機に旅館、ホテル施設の増改築が進み、企業、団体の保養所や寮も建設された。昭和30年代になると、モータリゼーションの発達により、 電車を利用する人が減少する。1963年に、札幌から、上山系までの国道2 3十号拡幅と、舗装工事が完成すると電車離れは進行し、札幌市営地下鉄南北線建設の影響もあって、1969年に、上山系鉄道線は廃止となった。1965年、札幌市出身の漫画家大場博ーのアイデアによって、 定山系カッパ祭りを開催した。昭和40年代の高度経済成長期に伴う旅行の大衆化などにより、旅館、ホテル施設が相次いで大型化したが、時が立ち旅行形態の中心が、団体客から個人旅行へと変化しているニーズや日本国外から訪れる旅行客に対応していくため、官民一体となって魅力向上を図る指針。 定山系観光魅力アップ構想を策定して、定山系エリアの活性化に取り組んでいる。年表二三橋のそばにある、切り立った、祈岩解析がある淵を、河童淵と言い,い、カッパにまつわる伝説がある。豊平川は、1909年に、銚子の口発電所のダムができるまで道義が、流走するほどの早い流れがあり、至るところの深淵で川魚などが生息していた。 ある日、青年が縁で魚取りをしていた時に足を滑らせた。わけでもなく急に引き込まれるように川底に沈んでしまい、道着を流走していた。作業員が川に飛び込んだが縁が深くて、救出不可能となり、姿を発見することもできなかった。一年後、一周期となる日の夜に青年が、父親の夢枕に立って、私は今カッパの妻と子供と一緒に幸せに、 暮らしている、と語った。ここに住んでいるカッパに見せられたのだろうと思って、その場所を、カッパの淵と名付けけると、以後遭難する者はいなくなったという。現在、カッパは、上山系のマスコットになっており、北海道内外の彫刻家が制作した、メルヘンカッパ像が温泉街の至るところにあるほかゆるキャラのカッポンは、札幌市南区長から特別住民票を、 交付されている。札幌市中心部から約 26km、車で約60分の距離にある。上山系エリアの拠点であり、豊平峡温泉までは、車で約5分、小金湯温泉までは、車で約10分、札幌国際スキー場までは、車で約30分の所要時間になっている。ありがとうございます。